重は戦国時代の武将徳川氏の家臣。協力元年、内藤清長の弟、内藤神五左衛門忠里の次男として生まれる。はじめは、叔父の清長に仕えたが、やがて、松平広忠の家臣となり、その死後は、徳川家康に近似として仕えた。15歳の時、織田信秀の侵入の際、矢をいて退けた。 16歳の時の小豆坂の戦いで才能を発揮する。果敢に攻め寄る小田軍を八木早で攻撃し、200人以上を死傷させ、戦局を左右させたと伝わっている。大鷹城兵糧入れにも同行。三河一行一期の檻には、敵対した衆と石川氏の両膝を射抜き撃退。また一期方の優勝、渡辺高津を射抜く対抗を挙げた。 三方ヶ原の戦いでは、長男を失いながらも奮戦し、後天神城工場戦でも、敵方武田軍からもその位置からを恐れられたほどの、号泣の武功者であった。天正十八年家康が関東に移った時、三河国発軍七百国の治療から、武蔵国に埼玉軍白官村、戸ヶ崎村、新堀村、三河村、小林村などに五千国を与えられ、 か山陣也を構える。しかし、着難を失いながらも、長年弓を持って、家康を支えた正重にとってこの扱いは、不遇であったとされる。これは文治派と武断派の対立の中で、武断派の筆頭であった正重が、清掃に敗れたためとされる。失意の末、病に倒れ、徳川秀忠が、医師久志本左京助ケを差し向けたが、治療の会なく、 慶長7年4月12日に死去。享年75。正重境内藤家は、寛永8年に、孫の三代、新五郎忠都の不祥事により改益となるが、正重の三河以来の武功が評価され、徳川秀忠の側近で2900国の旗本であった同じく孫の正重が、旧地通りの五千国を与えられた。天那二年五代、正吉の時に、上野台の里、 下付作原で700石加増され、5700国の大見旗元として、幕末の十四大世十まで続く。正重は武勇に優れ、特に弓矢の腕に関しては並ぶものなしだったと言われている。松平広忠に仕えることができたのも、その弓の腕を広忠に見込まれたためとも言われる説があるほどで、その武勇から徳川十六新将の一人として数えられている。 内藤家は、弓の名手を排出する家柄だったが、正重がその器量が傑出しており、軍神、四郎左兵門と意敬された。ありがとうございます。